ハピレスが運営する電子書籍レンタルサイト、レンタ、は26日より、自社オリジナルレーベル、レンタコミックス、を開始した。君に愛を、第1弾として、レンタ、立て込み大賞、受賞の少女漫画作品、君に愛を、の連載を開始する。第1話は、従来のコミックの形式である反面版と、スマートフォンでの縦読みに最適化したフルカラー縦込み版を同時に配信。また、コンテスト投稿時の本編に加え、書き下ろしのおまけページも収録される。今後もデジタルならではの新しさ、楽しさを持ったオリジナルのコミックを定期的にリリースしていくという。レンタは2007年にオープンした電子書籍レンタルサイト。2014年3月に会員数100万人、2016年2月に200万人、そして201、7年2月に300万人と会員数を伸ばし、現在は400万人を突破している。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。